今日のナイス川柳。ナイスな川柳を毎日更新中。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。丸川作品集を販売しています。概要欄のリンクからチェックしてください。イケメンの視界控えめに開ける口、お題ぶりっ子とも子1967。かけられたほの字固めにギブアップ、お題ほの字まここしゃん。脳みそには余裕しかない未使用で、お題余裕のよっちゃんまここしゃん。保育園一人泣いたら大合唱、お題感染シャリ弁太郎さん。昼食後後ろ前になるシャツの謎、お題じわるだだっこ。チャーハンの K に処するぞ残り物、お題 K ゆうゆうっぴさん。新記録笑みが真顔になる速さ、お題ぶりっこゆうゆうっぴさん。言う前に自分が笑う親父ギャグ、お題じわる白玉さん。テスト前よっちゃんいつも行方不明、お題余裕のよっちゃん白玉さん。積んどくをテトリス的に消費したい、お題消滅夢みさえさん。悪口の後の唇からお世辞、お題癒やしゆうゆうっぴさん。アリさんに取られないようすぐ拾う、お題癒やし豆腐ボーイさん。座っても立っても出るのよっこらしょ、お題じわるゆりの花さん。職質を受けても平気俺は白、お題余裕のよっちゃんゆりの花さん。新品の傘をかばってひた走る、お題じわるコロちゃんさん。激辛が好きと強がり食べ白目、お題余裕のよっちゃんアキソルさん。万歩計に葉っぱかけられ回り道、お題歩くキラリさん。部下かばう俺が悪いにそうですね、お題じわるケンさん。いつまでも待つよ信号君とならお題歩道泉心さん。飲み代の値上げを聞いて冷めるよい、お題じわる喜怒哀楽さん。救急車遠吠え感染する町内、お題感染だだっこ。コロナ去りついたてのない恥ずかしさ、お題じわる黄色い潜水艦。元気でな号泣上司が再雇用、お題じわるケンさん。紙パンを履いていきますバス旅行、お題余裕のよっちゃんゆりの花さん。痩せたというシャメじゃわからぬ 500g、 お題じわるだだっこ。歩道橋錆させ立てる新庁舎、お題歩道つぶやきおじさんさん。間に合うよ動く歩道をダッシュすれ、お題余裕のよっちゃんゆうさん。ジェスチャーで必死に伝える忘れ物、お題じわる大野みなみさん。